さあ今日も頑張っていきましょう。おーダーミシーはるか、ことね、まほー、私たちはジェイコです。ちゃん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 、クリスマスといえばケンタッキーやると思ったから、数ヶ月前からケンタッキーにしてた。ケンタッキン、禁止の禁。あ、そういうこと。ケンタッキーにしてたらしい。うまくない？うまいうまいうまい。私は今日はトナカイでやらさせていただいてて、はい、サンタさんですね。はい、サンタさんです。世界中どこだってというわけで、実は今日の内容はですね、早くインスタグラムの質問箱でみんなそれぞれお題を決めて、内容も募集したので、それもまあ中盤か後半かの方に出してやりながらみんなで食べていきたいと思います。はい、ということでレッツチェックオー。食べよう食べよう、わっしゃい、どっこい、食べない、せーの、ケーピー、最高。あー、これはね、最高。このために朝は食べないで来ましたから。はい、何から食べる？そう、何から食べよう。大事だぞ。わしはチキンから食う。わしコルから行く。コルコル、うん、コルさん、ありがとう。わし、ついついちゃん、いただきます。はーい。これ、食べたかった。大張りすぎだ。これは普通に栄養のために食べてるだけですから。実は好きじゃないですから、コルちゃんのこと。うん、はい。いただきます。はい。はい。大丈夫？ちょっと寒くない？え、全然寒くない。うん、動きながら食べないよ、じゃあ。あの、騒がしい。洋館しながら。やりやすい。この動きね、ことね、うまいんだよ、この動き。めっちゃうまいよ。めっちゃオープン。手拍子やって。せーの、せ。やれらふぅ、わりせ、わりせ、せーのらふぅ、わりせ、ふぅらら。面白いなと思ったものがあって、うん、TikTok で流れてきたんだけど、IPPON グランプリって知ってるの？うん、わかる。松本とかが出てるやつ。そうそうそう。一言で、ちょっとだけ不安にさせろっていうお題がめっちゃ面白かった。一言でちょっとだけ不安にさせろ。それをみんな やろう。え、むずっ。例としては、あの、飛行機乗ってて、アナウンスが、あの、なんだっけ飛行機乗ってて、パイロットのアナウンスが、安全シートベルトを装着してください。みたいな。あれ自分の言葉の言い方とかにもよるよね。確かに。はい。はい。もう結構お腹いっぱいです。不安だな、それ。だいぶ不安だな。ちょっとどころじゃね。え、やばいやばい、地震まあまあ、うまい。この椅子作られたの100年前らしい。私もちょっと不安だわ。今でもなんか思っちゃうんじゃないか。これ、お弁当ね。お弁当ね。で、道田さんが作ってくれた。道田さん、道田さんで、道田さんが作ってくれた手作りお弁当ね。そういえばさ、道田さんトイレ行った後手洗ってないんだって。はい、中が入ってるやつ食べます。あ、ちょっとだけ不安になるやつ。やめて。いただきます。これ一人一つ食べて。ビスケット、もしかして、もしかして、もしかして、ナイフ、ウェイ、初チキン、うん、うまっ。はるかの部位は何？ヒール、骨がのやつ。軟骨と一本の骨しかない。これはえ、ケンタッキーで働いてたの何年前？高校半分。よく覚えてるよね、まだ。たまにさ、あれ1年ごとにさ、言うじゃん、うちレビュー復習してるんだ、自然と。これ何って言ってくれるから、うちも忘れかけてたものをちゃんと思い出すよ。こういうことが、インスタグラムで話題を集めました。はい、まあね、ちょうどクリスマスってことなんで、うん、ちょっとでもね、皆さんの胸キュンエピソード聞いて、
私たちキュンキュンしたいと思います。はい、いきます、うん、高校卒業の時普段喧嘩ばっかしてた男子と廊下で二人きりになってバックハグされて告白されたんだって。え、待って。え、もしかして嫌派？無理派？いや、なんか嫌じゃないけど、嫌じゃないけど、その人だってずっと喧嘩してたわけでしょ。そうそう、だから本当は好きなんだよ。だけど素直に言えないの、多分その人は。たまたま両思いだったからよかったけど。確かに。勘違いだったらやばい。その人の勇気がすごい。確かに。自信あったんだろうね。いきます。一個下の後輩くんが最近私に合わせて最終下校時刻の9時まで残ってバス停まで送ってくれるんだって。それ絶対。キュン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 。年下っていうのがいいね、また。確かに。いや、早く付き合ってほしい、その二人、ね。大人の方なのかな？うん。いろいろありますが、女性のメイク姿はいつもキュンとしますって言ってる人がいた。紳士、うん、ね、そう、だからなんか素敵だなって思った、うん、これ見た時。紳士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 。そう。え、ちょっと待って。最近告られて、はるかちゃん推しカップルが誕生しました。おお、え、やばくない？だから2人ともはるかのことが好きなカップルが誕生したの。おお、おめでとう。おお、おめでとう。あと2個もさ、資金があるなんて考えられないよ、うん、じゃあはるかの次、クリスマスの面白かったエピソードを話していきます。うん、うわっ、え、待って、最悪なこと言っていい？何？クリスマスプレゼント渡した後に振られた体とプレゼント目当てでした。オツだって。うわ、ぶっ殺しに行こうぜ。え、何持ってく武器？とりあえず AK69。アーティさん。でも、AK69 っていう武器あるよね。まあ、爆弾。あ、いいね。いいね。チャーライ。遠くから。うん。次、コスプレしてて、彼氏と遊んだ時、鼻とほっぺが赤いよ、寒いって初ハグされたけど、それメイク。うわー、やってる。あざとい、あざとい。では、私は視聴者様からのご相談を募集しました。うん、好きな人への話しかけ方教えてください。これは真帆ちゃん。うん、え、普通に、え、ねえねえ、これ何ページみたいな、わかんないふりして聞く。おー、わかんないふりして聞いてるのね。これが仲いい友達バージョンですよ。本当にあんまり喋ったことない、うん、人に対しては、は、学校でしょ、絶対、うん。学校の子だったら、水道でさ、手洗うとことかあるじゃん。うん。あそこに同じタイミングで行く、同じタイミングで行くふりをして。おー、え、なんとかだね、みたいな。え、なんとかだね、みたいな。うまっ。絶対やるわ。うまい。絶対やるわ。うまい。え、それさ、他のクラスでもできるよ。実用できるよ。平然を装って、たまたま会いましたよ、みたいな感じで。じゃあもうずっと、相手のクラスを。続いて、うん、彼氏の前の女のことを考えちゃって辛いです。わかるー。いや、うん、え、めっちゃわかる、ね、男の子良くないよ。確かに男はそうさせてるね、うん、そうさせてる時もあるけど、うん、普通に自分が考えちゃってる子もいると思う。元カノとは行ったことない場所を自分と一緒に行ってたくさんの思い出を作る。うん、塗り替えるだ。うん、めっちゃいいと思う。大丈夫だよ。あなたにしか出せないいいところがあるから。うん。ちょっとこれは恋愛とはまた別なんですけど。うん。部活の部長になったけど、全くまとめられなくて問題児が多いことです。あと、サボり魔も多い。その子のことを否定するんじゃなくて、なんでそうなったのかとか、気持ちを聞いてあげて、まあ一緒に頑張ろうみたいな、寄り添って一緒に成長しようみたいな、そういうことが、大事だと思います。あとは自分が頑張ることじゃない。うん、背中を見せたりとか、うん、まあ、この人、ね、ならついていきたいみたいな感じで思わせられるのもその部長の特権だから、うん、あとは顧問に相談とか、うん、確かに一番正しいかも、うん、愚痴をわざわざ言いに来る同僚の相手をするのが辛い、いい受け流し方ありますか？同僚？何、愚痴？うん、同僚って何？だから、ああ、はいはいはい。逃げろ逃げろ。あからさまに悪口の話題になった瞬間に顔の表情を変えたりとかして、
もうなんか、はいはいはいみたいな感じの態度を出す。うわー、待って、切ない。好きな人の好きな人に冷たくしちゃうのどうにかしたい。しょうがないじゃん、だって好きなんだもん。でもその子も気づいてんじゃない？早くなんかもう、だったらさ、付き合ってもらっちゃった方がこっちもさ、うん、諦めつくのにね。うん、待って、それが好きな子の好きな子は、その好きな子のことを。好きじゃない？そうだよ。うわぁ、西野カナの歌歌いな。でも、絶対男の人は現れるんで、ドラマだったら。ああ、別のね。別のね。ただ、私はその人のことは好きじゃないんだよね。そう。でも、ちょっと優しくされすぎて、ちょっと気がいってるんじゃないかな、みたいな。で、それで、その、好きな人と好きな人の友達が付き合った時に、うん、この主人公は涙で、雨が降ってる中で泣いてしまうんですよ。そしたらその子を気にかけて追いかけてきて大丈夫って言って結ばれるもん。いや、それがいいよ。逆に好きな人と自分主人公が付き合って、その好きな人の好きな人と私のこと好きだと男っちがくっつくみたいな。あ、それもある。あ、それもある。ただしドラマに限る。あ、そういう悩み相談でした。結構さ、うん、ちゃんと恋愛してんだね、みんな。みんな恋愛してるということで、今は3つの話題食べながらしてたんで、残りビスケット2つ、ボックスポテトとチキンが 1,2,3,4,5 個とサンド系が3つになりましたけど、私たちのお腹は9ぐらい、うん、もう10、もう10、うん、あの胃袋が、ね、あの年老いてしまって胃もたれしてるんですよ。そう、胃もたれすんだよ、本当に。みんな今のとこ何食べた？チキン2個、うん、なんかクリームシチュー1個、うん、クリームシチュー上田さん、コーラ、うん、あ、飲んだんだかな。え、これでチキン2個、うん、クリームシチュー1個、うん、コーラ。え、だって。あ、コールスロー。コーラ、コールスロー。ママママはクリスピー、あ、クリスピー、ナゲット、ツイスター、チキン1個、クリームシチュー上田さんと有田さん、うん、コールスロー。はるかはツイスター、チキン、うん、クリスピー、ビスケット、ビスケット、うん、ジュース、うん、同じぐらいじゃん、うん、勢いだけで笑わせてください。いいよ。はい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 、はい、笑わせられんの。いいよ、勢いだけしよう、うん。戦いはここまでで終了とさせていただきます。食べきれなくてすみませんでした。すみません。悔しい。メンバー増やすか。この企画の時だけ来てくれる人募集します。概要欄に真帆の電話番号の書いてあるので、バーカ連絡してください。お願いします。もう帰って明日美味しく食べます。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。 SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで以上ジェゴでした。バイバーイ。バイバーイ。